エンゼルス、ネビン監督、大谷の敬遠攻めは問題ない。私も昨年ジャッジに同じことをした。試合後、エンゼルスのネビン監督は、大谷が敬遠攻めで勝負を避けられることについて、問題ない。彼、大谷、の後ろには走者を返す良い打者がいる。私は彼ら、相手チーム、を攻めない。私も同じことをやっているし、昨年も、リーグ新62本塁打を記録した、ジャッジに同じことをした。他のチームの監督が何をしているは気にしたことがない、問いに返していない様子だった。毎年強打者は同じように攻められるやろ、騒いでる奴らはどんなそうや。普通の野球好きだろ、むしろ騒いでない奴がどんなそうや。ジャッジは強さん死球やしな。勝負しないチキンばっかで野球をもんねえわ。敬遠は卑怯だ、とか言ったら来年大谷が敵になった時まずいことになるからな。必死すぎだろ、勝ち負け以前に観客あってのエンタメだってこと理解しろたわけが。深川亮、大谷さんの試合席空いてない？地球がワンベースなのが悪い。ツーベースでええやろ。ルールで認められてるからしゃあない。後ろが打てなさすぎる。トラウトがいればな。ご視聴ありがとうございました。